白馬が集まるクーニー TV。 どうもクーニーでーす。皆さん今日はですね、明徳義塾高校で4期連続の甲子園出場で全ての大会でレフト、センターを守っておりました沖田さんにバッティングのコツをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バッティングの中で打席で最も大事にしていることって何ですか？まあ、タイミングですね。タイミング、はい、なるほど。少々、まあ、力があるない、やっぱ個々の選手力、体の強さによって違うんで、はい、でもただボールを飛ばすっていうことに関してはタイミングさえ合えば、まあ、その力のない子だってホームラン打てたりとか、そういう部分で考えて僕は体も小さいんで、はい、まあ、タイミングが一番、力もないんでタイミングさえ意識すればそこはちょっと克服できるんじゃないかなと思って、そこを一番重点を置いてます。身長何センチですか？162です。162センチですか、はい、高校通算何本ですか？20本です。20本、はい、すごいですね。自信というタイミングさえ合えば対応はできるっていう自信はあります。なるほど。打席中に待ち球とかって絞ったりしてるんですか？いや、絞ったりとかそういうのは一切したことない。一切してないんですか？はい、もうタイミングが合えば変化球であろうがまっすぐであろうが、はい、打ちに行くっていう姿勢なんで、昔から試合前やとやっぱ相手ピッチャーが投げてるところを見てずっとタイミング合わせて、はい、あとはもう打席の中で、まあ、それを実際来た球に対して の調整、微調整はありますけど、まあ、タイミング自体そんな大きく変えるっていうことはないです。よくシンクロ打法とかは採用してるんですか？いや、僕はもう全然そんなのは器用じゃないんでできないんで、はい、ピッチャーが足上げたと同時に自分の足を上げ出す、ここで溜めるみたいな感じです。あんまり足上げたりはしないんですね。そうですね、しないです。やっぱりでもちょっとそのブラッとはしてますよね、足は。はい。そこでタイミングをある程度ストレートと変化球で合わせて向かっていく感じなんですかね。はい、これは明徳入ってからですか？そうですね、はい。なんかきっかけはあったんですか？どうやってその100人超えた部員の中で、はい、自分が生き残るって考えた時にやっぱりそのどうしないといけないかって思いついた時に、まあ、自分が生き残るにはタイミングをしっかり合わせてどういうピッチャーでも対応しないといけないなっていうのを。タイミングをなんかその合わす練習としてなんか取り組まれたことってあるんですか？練習でやったらピッチャーがブルペンで練習してるときに、はい、立たせてもらって、まあ、ひたすらもう振らずにタイミングを合わせて打ちに行く段階でボールストライクを口に出したりとかっていうぐらいですかね。あとはもうどん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 振り込んでフルスピードをつけてやったぐらいですかね。まあ、それはもう1日どのくらいされたんですか？打席にも立ってブルペンで投球見るだけとかでもやっぱ何百球とされたんですか？いや、まあ、ピッチャーがブルペンの中でゴロゴロ変わって今の1打席ぐらい、はい、なるほど、はい、なるほど、はい、いろんなピッチャーに対してそれぞれ全部立って合わせていったんですか？タイミング合わせづらいピッチャーって言います？やっぱちょっと変則的なモーションで投げてくるピッチャーの時とかは合わせづらいですけど、タイミングを合わせづらいピッチャーの時はどう対処するべきなんですか？まあ、基本である反対方向というところに重点を置いて、はい、崩されないようにっていう意識はしてます。とにかくもう逆方向で、はい、引っ張る意識なくても逆方向ですね、はいはい、インコースってどうするんですか？そこはもう体重残してるんで回転するだけで、あ、もううちはもうファウルでもいいぐらいの感覚で打席の中で立ってます、はい、それで140キロのインハイとか来てもいけるものですか？そうですね、それは問題ないです。ということで、沖田さんの打撃理論は以上となります。ぜひ皆さん参考にしてみてください。今日の動画は以上となります。応援、コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それでは、失礼します。ありがとうございました。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ、きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。